早稲田小学部成績開示データ大荒れです。これもうね2016年以来です。合格予想素点シミュレーションという話をしておきたいと思います。平均点7点。おはようございました、もちえちゃんです。さあ今回は平田ぜや。どうも皆さんこんにちは、早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いします。森てっちゃん、はい、今日はですね久々に私らしい企画でございます。早稲田小学部成績開示データ、うん、やります。やりますね、はい、皆さん、結論から言います。2023年の早稲田小学部入試成績開示データを開けてびっくり、うん、大荒れです。おある意味でもすごく受験生の力が如実に出た年だったなと思います。例年ね、こうやっぱり平均点とかが高くなりすぎるとこれは運がみたいなこと、うん、僕言うことよくあるじゃないですか、はい、運じゃなくて完全にもう実力のガチンコ勝負になりました。ほう。ちなみに僕は実力のガチンコ勝負にこういう風にねいずれなっていくだろうっていうことをもう2年前の動画で予言してます。ほいほい、初めから分かってましたから。おお、さすが。やっていきます。ではまずね、まあ、皆さんこちらをご覧ください。早速見ていきましょう。これはまあ平均点ぐらいを取ったねこのデータなんですけれども、まあ、今の早稲田小学部は地歴公民型と数学受験型で分けられるんですね完全に、うん、過去の早稲田小学部はもう数学受ける人も日本史世界史受ける人ももう一色だったんですよね、うん、でその中で科目ごとにこう成績標準化をしながらみたいな感じだったんですけど、あまりにもやっぱり数学だけ平均点が低くなりがちであったということで、年によってはもう数学の平均点が7点とかで、はいはい、で日本史世界史は30何点とかで、もうこの間を埋めるになってくると入試問題としても歪んでると言わざるを得ないみたいなね、うん、だったからちょっとその歪みをねやっぱりこうできるだけね直していこうなくしていこうっていうことでまあ分けたんですよ、ね、なるほど、うん、まあ、ちょっと皆さん見てみてほしいんですけれども、まあこれ平均点ぐらいを取ったこのデータなんですが、なんとねやっぱまあ去年からなんですけど、まあ素点を出さなくなりましたね。多分もしかすると我々にいろいろ言われるのが嫌で隠したのかもしれませんねまあこれ平均点見てみてください。英語の平均点 27.531、 80点満点ですよ、うん、バチクソ低いんですよ、うん、早稲田小学部の英語の平均ってまあ大体こう僕が見覚えがある感じだと40点、真ん中の40点よりちょい下かなぐらいのところなんですけど、うん、今年ね、まあ、森田先生の、ね、英語講評の動画なんかもあるんで、森田先生はね意外とそんな難しいとも思えないんだけどな、うん、だけどこう巷の声ではすごく難しいというのが多くて、うん、まあ客観的に言うともしかするとやっぱり結構難しい年だったのかもしれないよなっていうのも思えるわけなんですよね。でまあこういった年の影響もあって、なんと平均点の合計がですね 98.962 なんですよ、うんうんうん、この平均点の低さ、これもうね2016年以来です。おうほう、うん、でまあ以前にもちょっとねお見せしたと思うんですけれども、まあ僕のこの秘密のミニオンノートっていうのがあるんですけれども、結構まあこんな感じで一問単位でいろいろ起こしたんですけど、はいはいはい、この年の平均点の合計がまあ約99点なんですね、うん、まあ選択科目にもよるんですけど、うん、成績標準化で例えばこの子だと5、6点上がってるんですよね、はいはい、っていう風に平均点がもう100点を割ってくると、もう標準化の影響で点数が上がり出すのが小学部の、あの特徴なんですよね、うん、今回もこの2016年と同じ現象が起きてて、皆さんが取った素点まあ大体3、4点から5、6点だと思います。上がってる可能性が非常に高いということです。この数字も出しておきましょう。今回、早稲田小学部の受験者数なんですけれども、地歴公民型選択が7949人、受験で755人が合格、うん、数学選択が2490人で409人が合格、うん、皆さんよく倍率って言うじゃないですか、うん、倍率だけで言うとなんとなくざっくり地歴公民型が10倍、数学型がまあ6倍ぐらいかなみたいなところで、うん、なんか数学の方が有利なのかなと思われるかもしれませんが、まあ最後までこの動画を見ようぜ、うん、そんなに甘くないです。じゃあちょっとですけど、ここでちょっとね先に合格予想素点シミュレーションという話をしておきたいと思います、はい、この2023年合格するにはどういう点の取り方が理想的だったかっていうのをちょっと分析してね叩き出してみました。ご覧ください。ドン。英語が48点、国語40点、日本史42点、まあこの子の場合ですね、この数値の取り方をしてたら、まあこの子は今回平均点ぐらいの点数になっちゃったけど、まあ受かってたんじゃないかなと。でこの根拠としては英語の平均点が36点を下回った時ですね、この時に平均点よりプラス20点を取ると合格可能性が格段に跳ね上がるっていうことが過去のデータで見えてるんですよ、うん、なので、まあ、今回も 27.531 という数字になったんで、まあ、47、8点取れてるとかなり合格可能性が高まるよということ、うん、
そしてもう一つの鍵は国語ですね。近年早稲田商学部の国語の平均点がやっぱりある程度上がってきてるんですよ、はい、昔と比べると。だいたい35、6点のところがもう当たり前になってきてて、でもうこれって平均点で6割なんですよ。ってなってくると、こっからさらに上背を足していくってなると、早稲田商学部の国語の入試のスタイルってある程度1問あたりの配点がまあまああるんで、2点から4点あるんで結構きついんですよね。なので40点あわよくば42点7割以上取れたらもうよしですね。意外と鍵を握るのが国語です。平均点が高いんで、ここでしくじらないためにはやっぱり実力がいりますね。でまあ社会科はまあ7割欲しいよねと。大体まあ34、5点ぐらいが平均点になることがまあまあ多いんで、国語と比べると社会科の方がまあ1問あたりの配点が小さいんで、割と点数は安定しやすい傾向にあります。なるほど。はい、じゃあちょっとここからは成績開示データの中でも惜しかった子をちょっと見ていきたいと思います、うん、こちらのこの子、英語が 52.636、まあ、さっきの僕のシミュレーションからすると取れすぎてるぐらいなんですよ、うん、素晴らしい。で国語 36.57、ちょっと平均点ぐらいになっちゃったんですよね。で日本史もまあ42点には届いてないけど、まあ英語のアドバンテージがあるんで、まあ悪くはないかなと。でこの子の合計点が 129.303 ということで、惜しくも不合格でしたっていうことですね。まああとね2点なんですよ。あともう1、2問あってはっていうような感じなんですよね。ただねこの子はすごく僕覚えてるんですけれども、まあ生徒 S 君なんですけれども、国語が苦手なんですよ。ちょっと見てたらね、ようやったよ君は、最後まで一緒に苦しんだんですけど、国語の成績上げるために。まあようあの早稲田商学部で平均点にね食らいついたよ、国語できないところから。英語もねやっぱり森田先生のね授業だったりとか、うちでのね個別指導とかでやっぱ頑張って成績もぐんぐん上げていってくれて、できる子は取れちゃう。そうなんですよ。ただこの子得意科目が日本史だったのに、得意の日本史が火を吹かなかったのが敗因だったんですよね。もったいないというか、惜しかった、本当にね惜しいんだよなっていうのがね、すげえ辛い生徒だったのが僕の中では覚えてて。で次の例いってみましょう。今度世界史の子なんですけど、この子もねまあまあ取れてるんですよ、うん、ここでねちょっとこうやっぱ僕が少し思ったのが、うちの特徴なのかもわからないですけど、やっぱ森田先生の授業を受けてるこの感度と、まあ森田先生の感度って当然近くなってくるじゃないですか、うん、一般の感度との間にやっぱある程度なんか差ができてるのは、これは結構僕はねすごく塾として自信を持てたというか、あんまり小学部の英語がね確かに難しかったけれどもみたいな感じというか、そんなになんかこうべらぼうな意見っていうのがうちではあんまなかったから。そうですね、まあやっぱり普段早稲田のレベルがこういうもんだって言って教えてますからね、うん、なんかチャンネルが割とやっぱ早稲田に合ってるのかなっていうので、この世界選択のこの子の場合もまあ英語はもう言うことなしバッチリですやっぱね、うん、で国語もまああともう1、2問欲しいんだけどなっていうところですけどね。でやっぱ世界史ですよこの子は。これわかる皆さん、僕さもうずっと何年も追い続けてきてるけど、苦手科目があったら受からないんですよ。だからこの子は世界史、まあ英語のアドが素晴らしいのに、うん、世界史で攻めてあともう10点でも取ってくれたらなっていうところで、そしたらもう余裕で合格ですから、いやちょっともったいなかったんですよねっていうようなところですね。はい、これがね、まあ、世界選択のこのね、まあ、成績開示データでした。わかりますかね、さっきのシミュレーションに戻りますけれども、まあ、この2023年、まあ、皆さん過去問ねやられる方もいらっしゃると思うんですけれども、英語に関してはまあざっくり6割ですね、うん、素点で6割取れたらもうバッチリです、点数上がるんで。国語ではまあ7割欲しいけど、7割にもう1問2問届かなくて40点になってもまあいいかなと思います。これも標準化でまた上がるんで、まあ、社会に関しては素点でこの平均点だったらやっぱり日本史も世界史も40オーバー欲しいなというところでございます。そんなところを参考にして考えられてください。はい、次に数学の子に行ってみましょう。さあ数学はねもうこれまでと違って、社会科選択の子とやっぱり合格の枠が分けられてるんですよね、うん、さっき倍率だけで見ている人、あなんか数学の方が有利なのかなと思いきや、見ていきましょう。こちらこのね数学選択型の特徴として、まずね英語がね60点満点になります。80点満点のテストを一旦60点に凝縮して、で標準化っていう形になりますね。なのでまあざっくりこの子の場合はまあ3分の4倍してあげて、まあ素点はだいたい46、7、8点そこいらなのかなと思ってくれたらいいと思いますね、80点満点であればね。まあこの子の国語の成績はまあ平均点とはやっぱ同じくらい取っちゃったんですよね。やっぱだからね、小学部の国語はここまで見てきて分かったと思うんですけど、平均点が35、6点もあるとそこから上に行くのってやっぱり結構壁があるんですよね、うん、これだけ難しくなってきます。で数学見てください、平均点7点、7点そ
そう、こういうことが起こるから、まあ、数学をね、分けたんですよね、早稲田はね。これがもし日本世界史と同じ枠で、やってたら、もう、受験として歪んじゃうんですよね。っていうことだから、まあ、こうなってるんですね。で、数学選択のこの子の場合、合計点が 103.14 点。180分の 103.14 点で、合格最低点が 109.05 ということで、まあ、あともう6点取れてたら合格でしたよねっていう数値なんですよね。この年はなんといっても英語ともに、そして数学ともに、もうスーパー難しいダブルパンチが来てたというのが、まあ、この数学選択で。ただ、数学選択の場合、過去の早稲賞の入試を遡っていくと、平均点が7点になってるな、ぐらいの年っていうのも、確かにね、1、2、3回あるんですよね。だから、見たことないっていうレベルではないんですよ。ただ、まあ、最高レベルに難しかった年だったということですね。まあ、おそらくですけど、まあ、200点満点じゃないんで、ちょっとまあ、なんとも言えないんですけども、素点がない以上。ただ、もし200点満点でこの平均点だったら標準化で30点から35点ぐらいアップしてますっていう、そんな年でしたよね。まあ、ちょっとね、この子のことを少し話しておくと、ちなみにこの子は数学がむちゃくちゃ得意な子でした。共通テスト系の模試でも満点まではいかないんだけど、まあ8割オーバーは当たり前で、記述系の模試でも偏差値65以上を、まあ、安定的に取ってて、普段の過去問とかでも、まあ、早稲賞の数学でも半分以上くらいは取れてるねみたいなところで、結構やっぱりまあ良かったんですよ。で、そんな子がこの年受けてコメントもらったんですけど、大問1が2問あってましたと。4問あるんですけど、大問1が2問あってて、で、あとはもう全部罰で、ただまあ部分点がどれぐらいもらえてるかなだと思いますみたいなぐらいで、まあ標準化の影響で点数がグッて上がってるんだろうなっていうような、そういう読みなんですよね。なので、そのくらいの数学のレベルの子が数学それぐらいしか解けないですよっていう、そういうのが、それがこの数学選択のスタイルになってくるんで、なんかこう倍率が低いから楽なんじゃないかっていう考え方は本当にこう安易ですよっていうことを僕は言いたいということですね。まあ、あと数学選択も国語同じってことですからね。あ、そうそうそう、そうですよ。あと、まあ、この子の話もうちょっとすると、この子元理系なんで、はいはい、もうね、バチクソ数学できるんですよ、本当にね。うん。っていうようなことだったから、まあ、今これを見ているのが高1、高2の方とかだったら、あ、なんか数学の方が倍率低いんだったら数学選択で行こうかなって、そうじゃないです。数学得意で当たり前だと思ってください。数学選択で行く場合は。いいですか。じゃあちょっと気になる4技能はどうなってたんですか。こちらはもっと大荒れでございました。その方もじゃあ教えていただけるんですか。いいとも。いやいやいや、くれるかなでしょそれは。ああ教えてくれるかなだってしょ。何かを振られてたからさ。なんか違う、次回に繋がるような、見たくなるようなセリフが欲しかったのよ。あ、ちょっと待って、考えるじゃんけんポンうふふ。さよなら。なんじゃそりゃ。せっかくのいい話なのに最後グダグダだよ。